メイですわー。ということで今日は名門ポケット学院3をやっていこうと思います。こちらのゲームね、回路ソフトということでね、そんな感じなわけ。インポスターは誰ですわー。はい、ということで、スタート。アヘプリン学園。よし、名前やタイプを選んでね、第1期生を1人だけ設定。インポスターは誰ですわー。インポスターは誰ですわ。おいしょっと、高田剣士にしとくか。高田剣士。なんかフリー素材みたいなところあるし、高田剣士って名前自体が。もう、著作権ないでしょ、高田剣士という名前に。へそ曲がり、リーダー。へそ曲がりじゃありません？カリスマでもあるのか、神だから。でもなんかよくレスバしてるから、へそ曲がりで。新入生入場。あ、1年1組、高田剣士くん。え、女の子どうしましょう。平坂芽衣にしとく。どうしよう。高田剣士と平坂芽衣が付き合ったらどうしよう。付き合ったら付き合ったでしゃあねえ。うわ、17万も減ってますわ。なんでそんな、転校生とか。これ社長では？これ社長でしょ、見た目。めちゃくちゃ似てるんですけど。こいつ社長でしょ、これ。めちゃくちゃ似てるんですよ、実写の。立てかけた周一の名前も似てるし、これ社長じゃないですのよ、これ。憧れのアヘプリン学園に転入できるなんて夢のようです。よろしくお願いします。おいしょっと。テラ。でも、下の名前が、たかし。プテラたかし。平坂さんが褒められてます。えらいね。えらいですわ。ささやかなお願い？黒いタートルネックを着てステージでプレゼンして、なんでそのために私は20万円払わなきゃいけないんですよ、お前に。一年坊主のためによ。あ、へそ曲がり花火師。おー、不良丸。あら、花火師志望、高田剣士。この胸の高鳴り。寝ても覚めてもあの子のことを考えてしまう光景をし、まさか平坂芽衣誰かを、高田剣士君のことを好きになってしまったですわ。悩みに悩んだ末、とりあえず気持ちを伝えてみようと思います。結果を考えると怖いんですが、頑張れ。こういうことが起こるんか。ですわ、これ。フリー素材の名前の二人だから許される、これは。フリー素材じゃない奴らが付き合ったらごめん。あー！付き合う場所。わー、バタフライ、ルンルン。平坂芽衣さんと高田剣士君が恋人になりました。はぁ、高めいていてですわ。夢じゃないんですよね。大好きなあの子と恋人になれました。今なら努力すれば何でも叶う気がしましたわ。ちょっと難しいかもしれませんが、今後は大道芸人を目指したいと思います。そっちの方がなんでですわ。なんで？これって、例えば付き合ったらなんかメリットあるんでしょうかね、これ。っていうか、大道芸人って何？なんと、いちいちこんなの新聞になるんですわ。なんとアヘプリン学園でカップル誕生のニュースが飛び込んできました。プライバシー保護のため名前は伏せますが、消しゴムに好きな人の名前を書いたら、本人に見られちゃって、うわー、高田剣士って書いてたんですわ。嵐とかもよく高田剣士って名前でいろんなところ荒らしてるイメージありますけど、嵐だと思われるんじゃなくて、俺のこと好きなのかな、お嬢みたいな。でもそれがきっかけで急激に距離が近づきました。と幸せそうに。花火師志望の高田剣士くんと大道芸人志望の平坂芽衣のカップルができましたわね。恋人たちは練習試合や校内イベントで恋人パワーを発揮したり、たっちゃんってこと？私を甲子園に連れてってってことですわ。理科実験コンクール。平坂芽衣ならいけるかも。ミサチランもいける。1年があんま育ってないですわね。審査がすべて終了し、いよいよ発表の時間となりました。果たしてどちらの学園が優勝を手にするのでしょうか。いけー。ああ、優勝はアヘプリン学園です。おめでとうございます。やったですわ。教育アイテム使用。難関大学生がちょっとなーっていうね。難関大学生ちょっと頑張ってくださいまし。うちらから難関大学生増やしたいですわ、これ。
9人頑張れですわー。クリフィットパワー発動。いやー、大変思い出に残る100人一首大会でした。おー、いいですわね。あ、ポンがしかめ太郎くん、この胸の高鳴り、寝ても覚めてもあの子のことを考えてしまうこの気持ち、同じこと言ってますわ。私とくら寿司京子、くら寿司京子のこと好きになっちゃった。いけるんでしょうかこれ。振られるとかあるんでしょうかこれ。あの、関係ない方ですからね、これね。あ、どっち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 。あー、いけたー。実在する人物とは何の関係もない方々なので。やったー。ショップ店員がいいんじゃないかと言ってくれたので、今後はそれを目指して頑張りますね。こうやってね、カップルができれば、我々の学校もなかなかいい感じになっていくわけですわ、これ。練習試合行こうか。練習試合頑張れー。一回戦行けー、いけいけ。どういう戦いなんですわ。美術部の戦いは、美術の強豪校にうちらはなるんですわ。よーし、ナイス。アヘプリン学園。お、五輪リンゴさんの活躍も目を見張るものがありました。おー、うちの生徒がスカウトマンの目に、やりましたね。あー、大工になれだそう。アイテムで何とかしてあげなきゃ。むずいですわ、これ。生徒たちの面倒見の。結構大変ですわ、これ。ああ、安部くんが、ミサチラン。いけ。これダメなことってあるんでしょうか。たまには、どうなるんでしょう。どうなる。お友達でいましょう。金をちらつかせるか。え、これ金で、神に祈る。かくなる上は、狼よ。オーマイガー。お友達でいましょう。ごめんなさい。振られちゃった。3年生なのに。ご相談ですが、アヘプリン学園で学園祭を開催することはできないでしょうか。ケイシ君、やっぱ3年だから最後に思い出欲しいってことですわ。今の学園規模なら十分に成功させられそうです。あー、確かに。カニカニ。心臓くん、お願いしたいことを要望、提出。トイレないんですの？トイレの導入？めちゃくちゃ大事じゃないですか。夏休みの夜になりました。受験生の3年生にとって長期休暇の過ごし方はとても重要です。夏を制する者が受験を制すんですわ。進学就職試験に向けて自分磨きして能力を上げましょう。え、合格率、志望進路。3年生ってこいつらだけじゃないですよね。平坂芽衣は結構イケてるから、平坂芽衣以外を頑張った方が。自分磨き、お金で頑張るってこと。10万。じゃあこれで頑張れですわ。いけー、頑張れ。私はお前らに、よし、頑張ってほしい。まあいいでしょう。お前らにいいとこ行ってほしい。頑張りました。かつてないほどの成長を自分自身で感じます。この夏、まるで一皮も二皮も剥けたような、そんな私です。え、海？もちろん行きました。キャンピングカーで行ったんですわ。先日会議で、学園祭は毎年10月に開催することになりました。各クラスの出し物希望、クラスの平均学力によって選べる出し物が違う。お金が59万円予算オーバー。お金ないですわ。あ、一人も出せないって。0円、0円のやつ。お前ら全員名産品の展示ですわ。たこ焼き屋すら開けないんだから、お前ら全員名産品の展示ですわ。出し物が決まりました。出し物のランクと生徒の能力が上がりますんで。お、アカントマトもダメそうですわ。どうしたらもっと良くなるんでしょう、これ。周りにいっぱい植物出せってこと？これでランクアップは人気350。なるほど。トイレないと人気がちょっと、1万円。夏休みも終わり、早寝早起きを再開した皆さん、こんにちは。目覚ましい発展を遂げるアヘプリン学園で、なんと学園祭が開かれるというニュースが入ってきました。発案者は3年生のとある生徒のこと。先生方も生徒同士と交流や学園の評判アップに繋がる飛び込み。学園祭開催、かたじけない侍よーと、絶妙なラップを。ラップやりそうなやつがこの中にね。あ、皆さんこんにちは。アヘプリン学園がついに学園祭当日を迎えたようです。風船で彩られた大きなアーチの先は、呼び込みやお客さんの声で大盛り上がり。廊下に立っている大忙しの着ぐるみを突撃してみると、私が着ぐるみの発案者なのですが、まさか自分が入ることになるとは思いませんでした。でも初めての経験で楽しいですと、
ジェスチャーで教えてくれました。アヘプリン学園なんでね、アヘプリンでさ、名産品の展示の受付をしていた尾崎クラマンくんは、なんだか学校じゃないみたい、楽しいけどさっき親が出し物に遊びに来て照れくさかったですとはにかんでました。あら、いいことですわね。ピエロがいますわ。ピエロがお前を嘲笑うんですわ。あとこれ、グラウンドとバスケットコートがありつつもバスケ部の部員はいないっていう、そんな感じ。あー、頑張ってる頑張って、お金、お金が、いやこれもっといっぱいいいのが出してってたらもっとお金チャリンチャリンだったってこと。たこ焼き屋とか名産品の展示だから100円ずつしか、あ、これめちゃめちゃ儲かったんだわ。これお金ここに費やしてれば、お金もっと費やしてれば学園祭に。こういう時に建築、トイレ建築でした。トイレがなかったんですよ、そういえばこの学校。トイレを、トイレこの辺に、この辺に立てとこですよ。ほい。よし。いい感じ。ん？ランさんどうした？ランさん！この胸の高鳴り、寝ても覚めても、あー！逆に行けた！だってあっちから告白してきたの振ってんのに、そういうことがいけるんですわ。関係ない人ですからね。実在の人物と。おかしいおかしい！求愛ダンス頼もう。書くの、なんだんだらラン、ラン。素晴らしい。お友達いましょう。おかしいおかしいおかしい。おかしい、あっちから告白してきたのに。なんで振られて振られるんですわ。あー、ついに、学園生活の集大成とも言える行事で、私たちもドキドキしてしまいます。そろそろ職員室に報告に来ると思うのですが、あ、生徒たちが戻ってきました。みんなー、みんなお願い、行きたいところに行ってくれですわ。果たしてどんな結果でしょうか。あ、花火師初合格、ケンシ君おめでとう。大道芸人平坂芽衣合格。あー、すごいすごい。あ、漫画家、漫画家、ランちゃんが漫画家に。すごいすごいすごい。レイジ君もちゃんと大工になれてよかったよかった。あ、たかし君難関大学生、よかったよかった。あー、みんな行きたいとこ行けたんですわね。合格率 100%。 素晴らしい。これは名門、完全にこれは名門。やりましたわね。合計年収は1540万円だから 3% の46万が寄付金。だからめっちゃみんなが医者とかになったらめっちゃお金めっちゃもらえるってことでさ。あ、じゃあ卒業した？あ、まだでさ。もうすぐ卒業しちゃう。あいつらー、夕日に向かって走れですわー。いよいよ本日は卒業式です。アヘプリン学園で輝かしい青春を過ごした5名の生徒たちが卒業します。ケンシ君も花火、メイちゃんも大道芸人、ランちゃんも漫画家、レイジ君も大工、タカシ君も大学生。よし、いい感じ。おめでとう。お願いしたいことがあったので要望。菜の花、菜の花、風に揺れて。チャンネル登録頼もうですわ。おー、高評価、チャンネル登録頼もうですわ。平坂芽衣ですわ。よ、よー。